ハロウィンバージョンですね。巣鴨花書さんのお花でございます。こんばんは、サリーの知りたい世界です。よかった練習してなかったなんとなくあってよかった、はい先月から始まりましたサリーの知りたい世界、ゲストの方によりフォーカスした新番組として毎月第2、第4水曜日の夜19時30分から生放送でお届けします。もちろん今夜も生放送ですねアシスタントは湯田ひかるちゃんです。こんばんは。髪の毛切った？切りました。イメージしたねまだ皆さんにイメージが定着する前にちょっと切っちゃったんですけど、かわいい。ありがとう。先週と同じ人間ですなので前回放送を見た方は一緒なので湯田ひかるちゃんです。はい、なんか告知ある？11月の16日と17日にチェロキーミュージカルライブというのに出演させていただきます。私は16日だけの出演なんですが、ミュージカルの曲をやるので、もしご興味あればツイッターに載ってるのでチェックしてみてください。ひかるちゃんのツイッターチェックですね。ぜひぜひ。ひかるちゃん何やるの？歌うの？歌います。ひかるちゃん歌うんです。こう見えて。聞いてみたいですね。ねえ、あれ場所どこだっけ？高円寺ですね。高円寺。ぜひぜひ皆さんお時間ありましたらいらしていただけたら嬉しいです。じゃあ詳しくはひかるちゃんのツイッターをチェックしてくださいってことですね。ひかるちゃんと他にあと誰出るんですか？いろんなミュージカル活躍している子役さん、私が多分最年長なんで、お姉さん、そうなんです。若い学生さんとかいっぱいミュージカル出てる方出るので。盛りだくさんだと思います。すごい。はい、なんか今日シンクロしてる。ひかるちゃんが今日歌のことを今、はい、ね、告知しましたけど、そうですね、今日はなんと歌のお姉さんがゲストですからね。歌尽くしですね。そう本日のゲストはね、前回の影絵クイーンの桜本夏美さんからのご紹介で劇団こぐま座の歌のお姉さん、もう憧れ神奈美まどかさんです。次のコーナーでお迎えします。どうぞ最後までお楽しみに。歌のお姉さんだよ。楽しみはい、サリーの知りたい世界、本日のゲストは劇団こぐま座の歌のお姉さん、神奈美まどかさんです。どうぞ。わあ、憧れの歌のお姉さん来ちゃった劇団こぐま座、神奈美まどかさんです。わあ、歌のお姉さんようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。わあ、歌のお姉さんっていうと私、自分が子供の時もそうですし、自分の子供を育てる時ももうすごく憧れだったんですけど、今日こうしてお迎えすることができるなんてもう夢みたい。ありがとうございます。嬉しいです。いや、まどかさんは歌のお姉さん、最初から歌のお姉さんになりたかったんですか？ちっちゃい頃、もちろん歌のお姉さんの姿を見てたので、憧れてはいたんですけど、本当はクラシックを専攻して大学を出たんですね。で、その出た後に今しかできないことを思いっきりやりたいと思って、歌のお姉さんになろうと思って勉強をして、今劇団こぐま座で歌のお姉さんをさせてもらってます。じゃあ最初はクラシックを学ばれてたから、本当はその路線を行くはずだったんだけれども、何かのきっかけで歌のお姉さん、童謡とかやっぱり好きなんですか？童謡大好きです。なんか一番好きな曲は何でしょう？本当はですね、今日小さい秋を歌おうかなと思ったんですけど、いい歌ですよね。せっかくなんで今日はこの後ですね、ちょっと歌わせていただくんですけど、そうなんですよ。小さい秋ではなくて、ちょっと皆さんご存知のポップスをクラシックの発声で歌ってみようかなと思って持ってきてます。さっきリハーサルで聞いたら、私はもうリハーサルの時点で人泣きしてますからね。いや、次のコーナーぜひご期待いただきたいと思いますが、いろいろねお聞きしたいと思うんですけれども、クラシックをずっと専攻されてたので、歌のお姉さんじゃない時は何をされてますか？なんかいろいろできるんですよね、まどかさんね。そうですよ。私大学の時からブライダルプレイヤーをやってて、結婚式場でクラシックを歌う仕事をそうなんですよ、音大時代からやってまして。素敵、神聖な場所で。いやでもちょっと年齢バレるんですけど、かれこれ9年やってます。すごいすごい、まあ、じゃあ超ベテランですね。ブライダルプレイヤーさんとしては超ベテラン。歌のお姉さんとしてはそんなに長くなくて、劇団こぐま座さんに採用になったのも去年の話なんですよ。あ、そうなんですか。じゃあまだ歌のお姉さんとしてはまだニューフェイス的な。そうですね。でもすごい今お忙しい、今日もねお稽古とお稽古の合間でこう来てくださってるのですごく忙しいんですけど、歌のお姉さんってそんなに需要があるんですか？一気にだってお仕事を、歌のお姉さんになりましたすぐお仕事あるっていうわけじゃないじゃないですかね。すごい、やっぱこぐま座さんの力かな。こぐま座さんのおかげです。もうありがとうございます。ね、でもこぐま座さんに合格するまでもいろいろ大変だったんですよね。そうなんですよ。こぐま座さんの歌のお姉さんの募集も毎年あるわけじゃなくて、時が来ないと募集がかからないので、チャンスがね。そうなんですよ。チャンスに恵まれないとなれないんですよ。なれない。でそのチャンスのあるときにタイミングよくオーディションを受けないとダメってことですね。そうなんです。でタイミングよく受けられたんですね。じゃあそれが、一番ちょっと長くなっちゃうので、手短に言うんですけど、最初受けた時が、静岡に住んでたんですよ。静岡に住んでて受けに行ったら、あ、静岡かみたいな顔されてしまって、で採用されなくて、でもどうしてもなりたかったんですね。で東京に出て、そのお姉さんの養成学校みたいなところに、そういうのがあるんですね。そうなんですよ。通って、それはチョコグループさんっていう着ぐるみのアクターの養成スクールがあるんですけど、そこのお姉さんコースに働きながら通って、でいろいろオーディションを受けて、今の事務所に受かり、でこぐま座さんの募集もちょっと。そうなんですよ。本当は募集してなかったんですけど、してなかったのになんですけど、たまたまそのシルバニアファミリーの会員パーティーの司会をその1日だけ募集してて、誰かできる人を探してるということで、無理やり連絡を取ってやらせてくださいと言って、すごい1回限りだったんですけど、その時から採用にさせていただいて。すごい行動力。やっぱりなりたいっていうその夢がね、行動を起こさせて、その行動が身になったパターンですよね。執念です。いやすごいですよ。いやね、皆さんこうやっぱり夢の職業に憧れてる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりここまで行動してやっとチャンスをつかみ取って、今もう売れっ子の歌のお姉さんですよ。ねえ、すごいですよね。いやね、その歌のお姉さん、ちょっと歌のお姉さんは可愛らしいイメージなんですが、まとかさん、ここにね怖いチラシが並んでるの。そうなんです。これ何のチラシがいっぱいあります。ハロウィンと怪獣。どうしたんですか？怪獣からちょっと説明させてください。ぜひ。こちらですね、11月22日から24日までなんですけれども、熱海で熱海怪獣映画祭というものが。第2回が開催されます。2回目。そうなんです。去年第1回だったんですけれども、それはですね、クラウドファンディングで特撮のいっぱいロケ地になってる熱海を聖地にしようというような企画があったんですけれども、それが大成功しまして。めでたくこの怪獣映画祭法人化をしまして、すごい。そうなんですよ。で今年はですね、拡大の3日間、3days、すごい開催となっております。特撮ファン集まりますね、熱海に。そうですね。いっぱい来てくれると嬉しいです。それでですね、今日はそれに合わせまして、お二人にお土産を持ってきたんですよ。怪獣がいらない。じゃん。なに。シールです。わあ、すごい。はい、熱海怪獣映画祭のこちらシールなんですけども、有志がもともと募って始まった映画祭なので、あんまりお金がなくてですね、関係者が1枚100円で売ってるんですが、本日は特別にお二人にプレゼントをお手しい。どうぞ。ありがとうございます。ぜひ買ってください。なんかカメラ。そうです、かっこいいんですよ。実はですね、これほんのり熱海城が見えると思うんですけれども、実はですね、熱海城というのはですね、キングコング対ゴジラの最終決戦の地になった。というところなんです。そうなんだ。多分特撮ファンの方はもうその辺もよくご存知なんですね、きっとね。ぜひ現地で楽しんでください。すごい企画。いやこれ特撮ファン集まりますね。熱海ってそういう場所なんですね。そうなんですよ。すごい。いやちょっとレアなシールをいただきました。ガオ。嬉しい、ありがとうございます。大事にします。そしてなんかもう一つあります。そうなんです。こっちのですね、ちょっと可愛い方のチラシはですね、ハロウィンって書いてあります。ハロウィンリトミックコンサートというものがですね、10月の20日、今月ですね。もうすぐですね。そうなんですよ。20日に開催されます。こちらはですね、足立区なんですけれども、梅島駅からすぐの梅田学習センターというところで開催されまして、10時半から正午までの開催となっております。お子様が楽しんでいただけるような内容なんですけれども、素敵な鑑賞曲などもたくさん用意しておりますので、ぜひ大人から子供まで、ぜひいらしていただければと思います。ハロウィンのイベントにね、なんかふさわしい楽しそうなイベントですね。そうですね。ちょっとですね、会場からお願いがありましてですね、こちらのコンサートなんですけれども、事前申し込みが必要なので、申し込みをですね、梅田地域学習センターの方にお電話などでお願いいたします。またですね、仮装していただくことは大丈夫なんですけれども、お着替えするところがないので。小さいお子様はですね、仮装をお家でしてから遊びに来てください。そのまま来てくださいってことですね。そしてですね、当日はですね、楽器を作るワークショップなんかもあります。楽器を作る？そうなんです。簡単に作って当日鳴らしながら楽しみましょうというようなコーナーもあります。楽しいじゃないですか。みんなで音楽作る感じでいいですね。まどかさんはハロウィンでは歌を歌う。そうです。歌を歌う。で特撮の方では司会をさせていただくんですけれども、実は23日の方にですね、ヒカシューというバンドのライブがありまして、そちらのバックコーラスもさせていただきます。いやー、まどかさん何でもできるから、MC もできるし、歌もね歌えますから、いや素晴らしいイベントです。ぜひ皆さんご予約ください。はい、なんか盛りだくさんのイベントをご紹介いただきましたけれども、先ほどちらっとお話をしました、まどかさんは歌のお姉さんですから、今日は実はですね、歌をスタジオで歌ってくださるということなんですよね。そうなんです。いやー、とっても贅沢な企画。そうですね。こんな間近で間近でねまどかさん、今日は何を歌ってくださるんでしょうか。今日はですね、花水木という J-POP なんですが、けれども、ありがとうございます。今回はですね、声楽の発声で歌いたいと思ってます。なんかもう本当にね、さっきリハで聞いた時、全く違う花水木でした。そうですね。皆さんぜひお聞きください。じゃあちょっとご準備をお願いいたします。素敵ですよ。神奈美まどかさん、花水木です。音出るかな。君と夏を白い帆をあげて母の日になれば水木の葉送ってください。またなくてもいいよ知らなくてもいいよありがとうございます。何この感動はこのスタジオでこの感動は何でしょう。いやもうすごく歌詞の一つ一つが綺麗に伝わってきて、なんかもう気持ちが丸ごと浄化された感じがしましたね。いやー、まどか先生本当に綺麗声が本当に美しくてねえ、動揺本当にもうかなりマイクから離れてる感じだったと思うんですけど、もうすごくこのスタジオの中にも響いて、多分放送の方にもかなり届いてると思うんですけど、わーすごいいや童謡がすごい好きなんですけど、一番はクラシックが大好きなので、ちょっとチャレンジしてみました。素敵、本当に素敵でした。花水木歌っていただきました。もう別物だね。そうですね。クラシックの発声の初めて聞きましたけど、本当に綺麗でしたね。こういう感じのイベントでも聞くことができるんでしょうかね、まどかさん。そうですね。クラシックは11月の10月20日のリトミックコンサートの方で歌うんですね。実はフンパーディンクの「ヘンゼルとグレーテル」というオペラがあるんですけども、その中の「眠りのせい」のアリアを当日歌いますので、ぜひ聴きに来てください。それドイツ語で歌われるんですか？そうですね、ドイツ語です。おー、すごい。聴いてみたいね。いや素敵な世界でした。いやね、こういうふうに歌のね世界でこうやっていて、歌のお姉さんとしてのねお仕事をされてる時に今までで一番嬉しかったことはまどかさんなんでしょう？嬉しかったことは、もちろんお仕事をいっぱい歌うことができて嬉しいんですけれども、実は最近すごい嬉しいことがあって、今劇団かかし座さんの公演に出させていただいてるんですけれども、文福茶釜という演目で私タヌキをやらせていただいてて、タヌキが皿回しをするシーンがあるんですよ。ありますね。で私なかなか上手じゃなくて、すごい危ういんですね、皿回しが。なんですけど、その時にちっちゃい子たちが「頑張れ!」って言ってくれるんですね。それが私は当日すごいグッときて、歌のお姉さんってやっぱり童謡は子供が主役だし、キャラクターショーはキャラクターが主役なんですけれども、自分が頑張れって言われることはなかなかなくて、で子供たちが自分に向かって何かメッセージを発してくれたっていうことがすごい感動しました。あ、すごい、それやめられないですね。多分大きな声で可愛い声で頑張れって言ってくれたんでしょうね。もうすっごいその瞬間エネルギーをもらえますよね。そうですね。いやでも素敵なお仕事だな。そっか、そういうふうになんか頑張れって子供に応援されて、また一段と輝くまどかさんってことですね。いやでもすごい素敵な世界でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、素敵な歌を聴いていたらもうあっという間にエンディングとなりました。早いですね。ね、ありがとうございます。ね、まどかさん、歌のお姉さんの世界って素敵ですね。ね、そうやって子どもたちの声援をもらったり、夢を与えたり、そしてね、まどかさんがやっぱり今まで頑張ってこられたこのなんかこう歩みっていうのかな、それすごくなんか夢を持ってる人たちには希望になりますよね。大変な時もあったでしょ。だっていや大変でしたね。今忙しいからいいんですけど、仕事がない時期が一番辛くて、誰も味わう時ですね、それね。そっか、どんな仕事でも今もう本当楽しいんですけど、昔はもう自分何してんだろうっていうのが結構ありました。そっか、仕事の中で辛いというよりもスケジュールが空いちゃうことが辛かった。そうですね。じゃあ今はもういろいろお稽古とか大変でもいろいろ活躍の場があるということはもう楽しいってことなんですね。そうですね。もう見てらっしゃる方ももしかしたら将来映画祭の司会をすることになるかもしれないですよ。皆さんやっぱり希望があって夢があったら、まどかさんみたいになんか強くこう行動してね、やっぱりチャンスをつかみ取ってほしいですね。すごくなんかまどかさんがやっぱり夢をつかんだっていうのは希望だと思いますね。はい、もう一度こちらのイベントをおさらいしたいと思いますが、特撮の方は熱海ですね。熱海です、はい、日にちをもう一度お願いします。11月の22日から24日までとなっております。はいね、こちらもすごいもうマニアにはたまらないイベントです。はい、そしてハロウィンは、はい、ハロウィンはですね、今月です。10月の20日日曜日です。はい、これで先ほどの素敵な感じの歌も、はい、聞かせていただけるということですね。いろんな注意事項もあるようですので、もう一度詳細などをご確認ください。いやー本当に素敵でした。なんかあっという間にね、夢の世界だった。ありがとうございます。歌のお姉さんに会えたのもね、すごく嬉しかったんですけどね。はい、まどかさんでは次のゲストの方をご紹介いただけますでしょうか。はい、次のゲストはですね、劇団かかし田の影絵女子松本優子さんと松原千尋さんです。梅原千尋さん、ごめんなさい、梅原千尋さんです。ごめんなさい、お二人ですね。はい、前回ね、影絵女子のクイーンのね、桜本さんに出ていただきましたけれども、今度は後のお二人にまた出ていただけるということですので、また素敵な世界を見ることができそうですね。はい、本日のサリーの知りたい世界ディレクターは青木さんでした。今日のゲストは神波まどかさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。